今日は曇りです。もうだいぶ寒くなってきました。さて、台風の被害もやはり拡大してきています。最大級のやはり台風でした。これから年々増えるのでしょうか。心配な部分が多いです。マヤ型イージス艦 SM-3 迎撃ミサイルが装備されます。これは弾道ミサイルの攻撃を防御する、迎撃する目的で開発されています。イージス艦に装備されるということは、迎撃体制が整うということです。ですが SM-3 迎撃ミサイルも 100% 撃ち落とせるというものではありません。SM-3 迎撃ミサイルで対応できなかったミサイルはやはり地上の PAC-3 やサードなどによって迎撃されます。しかし最近イージス艦のことを少し調べていると、やはりマヤ型護衛艦の性能はすごいと感じています。日本の護衛艦でも最新鋭 SM-3 を搭載強力なレーダーにより360度上空ミサイルなどの攻撃を防衛します。イージス艦もアメリカに次いで日本は2番目に導入し始めた国でもあります。ですがその高額な装備品によりやはり導入が思うように進んではいないでしょう。ですが周辺国より導入が早かったため
かなり防衛力は増しています。防衛で一番大切なことはやはりしっかりと抑止力を持つことも必要です。あとは実際に本当に使えるのかというところでしょう。ホノルル沖で SM3 の実験が行われていました。米軍とのその時はやはり失敗もあり成功もあります。最近の北朝鮮情勢がまた一段と分からなくなってきました。米国との交渉決裂により今後どのような方向に進むか分かりません。はたまた本当に戦後多くの長きにわたり平和を保ってきましたが、その平和も脅威と変わりつつあります。実際本当にもう脅威は数年前からあったとは皆さん知らないでしょう。それぐらい周辺国の情勢は厳しくなってきています。また日本もこれから米国との同盟を強固にしながら進んでいくと見られます。本当に大切なのは日本の防衛費をもう少し上げる、はたまた少子化対策、やはり無人化が必要になってくる時代ですね。少人数で任務に就く、今までの半分で任務を行う、こんな防衛戦になってくると考えられます。ましてや見えるものだけとは限りません。サイバー空間や宇宙空間、いつ
どこ、となくやってくるかもしれません。それはまだ秘密裏にされている状況です。今後しかしイージス艦は日本には必要な護衛艦であり、やはり日本上空を守る大切な護衛艦です。一隻の建造費が高額なわけも分かりますし、またどんどん作るわけにもいかないでしょう。ですが必要ならば建造していくのが妥当だと思います。ご視聴ありがとうございます。